次元クリエイターの博士達です。まあ、面白いゲーム作りたい、一つ一つの技術は本当に侮ってはいけないです。ゲームはとにかく完成しないです。本当に長いトンネルです。無限に進んでも戻ってもずっとぐる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 回ってるような終わらない、とにかく前に進むしかないですね。うおーっていう気持ちが必要です。このままこのゲームを完成させない人生マジで嫌だなって思って思い切ってやめることにしました。新次元クリエイターの博士達です。今回はピクセルアートの学校の第4ステージ目、ザ・ピクセルスクールステージ4として、インディーゲーム制作で広がる世界という授業ですね、したいと思います。今日の、副題はゲーム制作の入り口から出口までということで、ちょっとゲーム制作について今日は話したいと思います。ピクセルアートについても出てくるんですけども、主に自分でどうやってゲーム作るんだろうみたいな話とか、それをどうしていくんだろうみたいな話をしたいと思います。まず自己紹介です。ヨカゼっていうインディーゲームのブランドを立ち上げたりしています。で、代表作はアンリアルライフっていうアドベンチャーゲームです。今日ってゲーム作ったことがある人ってってか作っている最中でもいいんですけど、ゲーム作るよっていう人どれぐらいいます？あ、結構います。今日はどんなお話をするかというと、ゲームを作っているいろんな疑問が湧くと思います。さあ、今回は何をしよう、どんなゲームを作ったらいいんだろうかとか、誰と作ろうか、どうやって知ってもらおうかなとか、その作った後の話とか、とにかくいろんな疑問が出ると思います。なのでそれを、今日は整理して、改めて全体像を把握した上でゲームを作り始めたりするのとか、今作ってるゲームにどう活かせそうかなみたいなのを考えてもらえればいいかなと思います。はい、なので、今日は入り口と、ゲーム開発というトンネルの中をくぐって出口まで、でどうやって出ていくかっていう話をしたいと思います。というわけで、まずはゲーム開発の入り口ですね。じゃあ一体何ができたらゲームなんでしょうか。ゲームってなんだっけって、触れるものですよねとか、絵が入ってますよねとか、いろいろあると思います。なんとなくこれってゲーム、ゲーム機で動いたらゲームだよねとか、じゃあスマホで動くゲームってどういうのか、触れるのゲームだよねとか、いろいろあると思うんですけども、例えば僕が作ったこのゲームの画面を見てみて、要素を改めていろいろ分解してみるといろいろ入ってますよね。まずは絵があります、グラフィックがありますよね。 UI もそうですけど絵があるし、遊びが入ってるはずです。この場合は記憶を読み取るという遊びですね、間違い探しみたいな感じです。で、シナリオ、テキストがあったりセリフがあったりしますよね。で、システム、もちろんゲームはソフトウェアですので、こういうプログラムの上で動いていると思いますし、何らかのサウンドが鳴ってるはずですよね。BGM が鳴ってるかもしれないし、環境音が鳴ってるかもしれないし、みたいな。こういう要素がいろいろ詰まってゲームになっていると思います。これら一つ一つをゲームを作りたかったら多分知っておく必要があると思いますよね。全て束ねてゲームになるものだと思います。こういう要素が揃ったらゲームになります。じゃあ、どんなゲームを作ろうっていうのは、もう自由です。これは。その上でじゃあ誰と作るかみたいな話になりますよね。その自分自身でゲームを作れるのでしょうか、チームで作るのでしょうかっていうのがあると思います。商業だったらもう全部役割が分かれて、自分で一人で作るってことはまずないと思います。ゲームにはこれだけの要素がありますよね。さっきのまとめたものを全部一つにしたものです。自分でやる場合はあなたはまずどれができますかみたいなことですね。もう全部やるぞっていう人もそれもそれでありだと思いますし、いや俺は絵には自信あるんだよねって言っても、その他の残りは誰がやるんですかっていう話になってくるわけですね。一つ一つの技術は本当に侮ってはいけないです。前々回かなアポさんの授業があったと思うんですけど、光のコントロールがあったり、キャラクターデザイン一つとっても衣装にどういう歴史を入れるかとか入れないかとか、そういう一つ一つの技術を全て抑えるのはなかなか難しい。一つポイントとして、料理を作る時に調味料を自分で作る人ってのは珍しいと思います。例えばお弁当を作るのに塩を自作する人っていないと思うんですよね。塩は買った方が早いです、100いくら。調味料とかは買った方がいいんですよ、基本的に。塩の部分ですね、なんか用意されてて誰が作っても同じになる部分を作る必要はもしかしたらないかもしれないです。っていうのを押さえておくといいんじゃないかなと思います。料理を作るのに物を切るんだったら包丁が必要だと思いますが、どんな包丁を使うかっていうのは目的に合わせて切れ味や長さが違うと思います。目的に合ったツールが必要です。
変な話、こう長いものには巻かれた方が実はいいのかもなっていうのもここ結構出てきますよね。サポートの数とか検索で出てくる技術の数がものによって全然違かったりとか、意外とツールによってできる表現の幅は変わってきますよね。でこれを、作っていくのに、まあ、いろんな表現ができますよね。どういう世界観で作ろうか、ファンタジーとかジャンルとかいろいろありますし、アートのディレクションをどうするかっていうのもあると思います。僕は結構個人的に有利だなって思ってるのが、別の技術をピクセルアートに持ってきやすいなって思って、エフェクトとかはかなり最新の技術なんだけど、カメラで解像度を落としてドット絵になじませるとか、 3D のキューブを表示してなじませるとかっていう、その合わせ表現が結構簡単にできる。まあ面白いゲーム作りたい、これは思いますよね。ここにはかなり壁があります、まあ、5つの壁と言ってみました。まずは最低限動くゲームじゃないといけない、壊れないゲームじゃないといけない、まず伝わるゲームじゃないといけません。ここがやっぱり一番最初の鬼門になってくるかなと思います。伝わるっていうのができないと面白いまでいけないですよね。さらにその上に気持ちよさみたいなのも実はあると思います。はい、でここで初めて面白いゲームにたどり着けるわけですね。で5つの壁と言ったんですけども、この先がさらにあると思います。心に残るゲーム、この下の要素を達成してさらに何かが加担されることで心に残るゲームになると思います。皆さんの一番心に残ってるゲームは何でしょうか。僕は結構ブレスオブザワイルドとかヨシアイランドとかなんですけど、心に残るゲームであるからにはこの下の全部は必ず達成してるはずです。まずジャンプを覚えさせたかったら段差を作ってみようとか、意味のあるものと意味のないものをしっかり、分ける。ゲームを開発している時にめちゃくちゃ一番聞く悩みが、完成させるにはどうしたらいいんだろうみたいな話ですね。ゲームはとにかく完成しないです。本当に長いトンネルです。無限に進んでも戻ってもずっとぐる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 回ってるような、でかいゲームであれあるほどに終わらない。逆に考えると、これの全てを決定してしまえばゲームはもう完成なんじゃないかなと。まだ完成してないのはどこなのかっていうのは、これのきっとどれかだと思うんですよ。お弁当にトリュフ入ってたら困惑しますよね。そこで本当にその素材を使うのは正しいんですか。ここをかけ違えない、意外とここまではやんなくていいんじゃないかっていうのを思い出すことも大事です、まあ、とにかく前に進むしかないですね。もうできるよってなった時にたくさんテストしましょう。これマジで大事です。とにかく試すこと、本当に人は何をするか分かんないですから。完成間際の、追い込み、これはねなんかよく分かんないんですけど必ず発生するんですよね。僕は結構これを引っ越しの最後の時って例えることが多いんですけど、生活に必要な最後の最後の段ボールがなかなかこう閉じきれないんですよね。うおーっていう気持ちが必要です。作った商品をお店出しますってなった時にどうしたら知ってもらえるんでしょうかっていうのを、これをちゃんと考えましょう。面白いと面白そうは全く違うというところ、面白そうに思わせる紹介文をちゃんと考えるっていうのがよく知ってもらう上で大事です。これアンリアルライフの時にねめっちゃ悩んだのが、カラスはキラキラしたものが好きっていうのは実は日本だけのそのイメージなんですよ。まあ、そもそも画面の向こう側にいるコントローラーを握っている、マウスを握っている、キーボードを握っている人をどうしたら喜ばせられるのかなみたいな、プレゼントを考える、お土産を考える、パーティーを開くのと一緒で、どうしたら喜ぶのかな、楽しむのかな、驚くのかなみたいなところをよく観察することが全体的に大事かなと思います。このままこのゲームを完成させない人生マジで嫌だなって思って思い切ってやめることにしましたね。やめて本当にお金がなくなっててそろそろ死んじゃうかもなみたいな、ゲーム作るのに時間ないんですがどうしたらいいでしょうって聞かれるんですけども、よく思うのは相談するときにすでに答えが、自分のこうしたいって答えが決まってるパターンがあって、僕に相談するってことは会社辞めたいってことなんですよ多分おすすめ書籍ちょっと色眩しいんですけど、ゲームデザイナーのための空間設計、歴史的建造物から学ぶレベルデザイン、これは僕の一番役に立った本なんですけども、めちゃくちゃ嬉しいことに来年の3月か4月ぐらいにこれなんか再販されるらしくて、ぜひ買ってください。これマジでいい本です。